選手の皆さん一人一人ご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。それではまずは、選手の皆さん一人一人ご紹介していただきたいと思います。彼が残してくれた大きな、財産として、秋春の九州大会、そして春夏の甲子園、そして、昨年の九州大会といった常にレベルの高いところに身を置くことで、何が全国で勝っているのか、何が足りないのかということを知ることができていることが一番大きいように思っております。人に聞いて知るよりも自分の目で実際に見て、そして対戦してするという体験が今回の優勝、そして現在の好成績につながっているのだというふうに思っています。来ることができたのは皆様のご声援サポートだったかと思っています。これからも皆様からのご声援サポートを力に変え、また選抜でもいい報告ができるように、恐れず侮らず気合図の精神のもと精進していきますので、これからも応援よろしくお願いします。今度の試合を見ましても、特に決勝戦ですね、人間の力以上のものがそこに現れた。普通の常識では考えられない、そういう力が出てきたと。